はいえ今回の内容を紹介していきます前回ですがフランス革命1ということで大きくこの3つ見てまいりました特に後半で第三身分の人たちが中心となって国民議会が結成されたっていう大きな出来事ありましたよねで今回につきましてはその国民議会からさらに立法議会というのに進化していくさらには国民公開というのが出てくるここがですねフランス革命で最も難関ということになります 正直面倒くさいところではあるんですが落ち着いて見ていくとそんなに、ね、大したことはありませんので、ね、心配することはありませんでは日本の方からヨーロッパフランスはパリへ舞台を移していきましょうはい最初のテーマ立立憲空制の成立国民議会っていうのは憲法制定というのは最終目標と。 いうことになるんで、立憲というのは大きなポイントになってきます。さあ、この国民議会、最初に何をしたのかって言ったら、これをしました。封建的特権の廃止、中性的な領主とか支配者、まあ、教会とかですよね。彼らの持っている特権を廃止していく。で具体的には、ですね、領主裁判権。さらには十分の一税、十分の一税は教会なんかが収穫高の十分の一を取るというやつでした。 これを無償廃止。まあもう無条件で廃止するということ。で、もう一つですね、封建地代、農民たちにとってね、大きな負担であった、不益、効能。で、これも廃止と言いたいとこなんですが、有償廃止っていうのがちょっと引っかかりますよね。で、こちらですけども、まず結論から言うと、実質不可能です。 なんで,でかって言ったらここで優勝廃止っていうのはこれからですね本来払うべき分の不益効能を最低でも20年分ぐらいまとめて払わないといけないそんなん当時無理ということになってきますんでほとんどは達成できないということになってきますちょっと中途半端ですよねさあただこの国民議会ですがフランスの歴史に残るというより世界の歴史に残る大きな出来事を成し遂げている。 それは何かっていうと、人権宣言の採択。フランス人権宣言という場合もありますが、彼、ラファイエットという人物が寄贈いたしました。さあ、で、彼のね、人権宣言。人間は生まれながらにして自由かつ平等な権利を持っている。あらゆる主権の原理は本来国民のうちにある。財産所有は不可侵にして神聖な権利である。さあ、で、こちらですね、まとめたらこうなります。この部分が、 自由平等とということそして主権の原理は本来国民のうちにある主権・財民日本風に言うと国民主権かなでさらに財産所有は不可侵これは私有財産を国王といえども勝手に取ってはいけないということになるまあ現在の自由権平等権さらには国民主権主権・財民という考え方はここに明記されたということになるんで政権なんかでもよく出ますよね さあそうした、ね、歴史的な出来事があった約2ヶ月後フランス・パリではこのようなことが起こるベルサイユ行進こちら当時の様子を描いた絵ですが平和的なウォーキング大会ではないですよね手に武器を持ってるし真ん中にはこれ大砲らしきものを引っ張ってるかなり物騒ですがこちらパリの女性たちが国王一家をですねベルサイユ宮殿からパリに連れていく ベルサイ宮殿ってパリからだいたい20キロぐらい離れてるんですよ。そのルイ16世国王一家をパリに連れていく。で、これなんでかって言ったらで、こちらご覧ください。当時、どうも物価が上がりそうだという気配がプンプンとしていた。実際、後にどんどん上がっていくわけですが、それに対して国王っていうのは何をね、やってるんだ。何にも分かってないんじゃないか。責任者ね、パリに来いというふうな形で連れてこられたというふうな感じです。さあ、 怖いですよね。ルイ16世。実際彼っていうのはパリのテューリー宮殿。まあ、いきなり出てきてびっくりするかもしれませんが、これルイ14世がベルサイユ宮殿建てる前に住んでいたところというので、まあ、国王が住む場所としては、ねまあ、特に問題ないんですが、いきなりね、暴力的に連れてこれて怖いですよね。ただ、ある程度彼には余裕がありました。理由は国民議会の中に彼のスパイがいたから。その名をミラボーというふうに言います。 彼から逐一情報を得ていたわけね。ところがですねそのミラボーがですね死んじゃうという出来事が起こる本当彼っていうのは国民議会の設立にね貢献した中心的な人物なんですけども裏ではルイ16世と結びついて革命がね急進化国王を殺すとかねそんなことがないようにっていうのでさまざまな形でですねルイ16世とつながっていたわけ。 でも彼が死んでしまうということで、むちゃくちゃ焦るわけです。で、その焦ったルイ16世はどうしたかというふうに言いましたら、バレンヌ逃亡事件。こんな場所はね、とんでもないからというので、ミラボーが死ね、すぐにフランスを捨ててオーストリアに逃げようとする。妻の実家ですよね。ところがですね、これは失敗に終わります。特にね、マリアントワネットがですね、あれもこれも持っていくとかいうふうに言って、 むちゃくちゃたくさんの、ね、馬車を引いていったんで、バレバレだったというふうに言われておりますけどね。まあ、何にしろ、バレンヌ逃亡事件は、バレバレだったということになります。さあ、そうしたドタバタがあった中、国民議会は当初の目標を達成します。それは、憲法を作り、発布する。これは当時の年号を取りまして、1791年憲法というふうに言います。内容としては一員すの立憲君主制、そして、制限選挙制、 制限選挙っていうのは財産によって選挙権っていうのを制限する。まあ、はっきり言ったら貧乏人に選挙権はなし。というふうなことですけどね。この憲法ができたことによって目的達成ということで国民議会は解散と。とあの、球技場、テニスコートの誓い、憲法作成までは解散しませんと。と作成したら解散するということね。 さあそしてこの憲法の下で新たなる会議を開こうじゃないですか選挙も開いてそしてできるのが立法議会ということになりますただこうした動きに関しまして隣国オーストリアプロイセンこれフランスを非常に警戒いたしますすぐお隣でですねなんかきな臭いことが起こっている特にオーストリアにとってはマリアントワネットの出身国というので決して他人事じゃないわけですよね そして彼らは言います。もし国王の地位っていうのを維持しない、国王をなくす共和制にしたりと、ましてや国王を処刑したり、何かしたわや戦争するぞというふうに言うわけですね。さあ、こっから歴史は加速していきます。戦争と共和制。中心になってくるのは先ほど出てきた立法議会。で、まず注意してほしい点として、国王、まだいますからね。ルイ16世。 あくまでも立憲君主制ということです。君主はいていいんだよ。ただし憲法を守ってねっていうのが立憲君主制。ただ、この立法議会が実質的な力を持っているというのは間違いない。で、その立法議会、早速やらかします。何かと,いうと内部対立。せっかく権力を握ったのに。というか、権力を握ったからかもしれませんけれども、二つの派閥に分かれるんですね。一つが、 派派といわれる立憲君主派この中心となったのは旧国民議会メンバー彼らは立憲憲法を作りそしてこの君主に守ってもらうということですんでまあ当然と言えば当然それに対しましてジロンド派っていうのが出てくるこのジロンド派って何かって言ったら商工業ブルジョアジーまあ富裕層ですね 彼らが中心となってるんですが、単純にね、フランスの中にジロンド圏っていうのがあって、そこの出身者が多かったので、この名前がついたんですが、彼らはですね、穏健、共和派というのになっている。で、結局何が対立のね、ポイントかって言ったら、王様っていうのをどういう風にするか。フイアン派は言います。よ、王様いていいじゃないですか。一方でジロンド派は言います。王様に権力はいらんやろ。 まあそもそも共和っていうのは今でも共和国って言いますが皇帝天皇国王いない国ですからねさあでそうした中でですねどちらがこの対立を制するのかって言ったらジロンド派そして彼らはオーストリアに戦線戦争するぞというふうに言いますでなんでオーストリアかって言ったら前オーストリアは必ず王権を維持しろよと いいいいうふうににに圧力かかけててままししたよねそれに反発しているからということこなります右上地図ご覧くださいオーストリアの方に攻めるっていうのはこういった形になります。それに対しましてですね肝心の、ね、王様たちルイ16世マリアントワネットはどう思っていたか当然ながらこうです。負けろよと。そりゃそうですよね。自分たちの王権に反対する。 ましてや、オーストリアはマリー・アントワネットの出身地ということなんで、応援するわけがありません。さあ、そうしたね、立法議会の動きに対して、世界はどう動いたか。まず、オーストリアがすぐにですね、フランスに攻める、先制攻撃という形で対応する。さらには、プロイセンも。まあ、彼らにとってはですね、これ、幸いとばかりね、フランスの領地切り取ってやろうといううなもんでございます。で、フランスはむちゃくちゃ苦戦するんですね。 まあこれはオーストリア、プロイセンが強いというのもあるんですが、立法議会側が立てた作戦がことごとくです、ね、失敗する。で、これ、なぜかっていうふうに言いましたら、この2人のせいなんですね。彼らは立法議会側に負けてほしい。だからどうするかっていったら、特にオーストリアにです、ね、情報をどんどん送るわけですよ。ここが弱点ですと、まあ、彼らにしてみればです、ね、あの勝ってもらっては困るんでと。 いうことで当当然というか当然ででございますでじゃあこのままだったらねもうフランスはえらいことになるということですがパリの人たち根性を見せます都市労働者を中心とした人たちさらにはですね各地から義勇軍という形でねオーストリアプロイセンを倒せというのが集まっていくこの時にね現在のフランスの国家これがねテーマソングで使われたというのが有名ですが彼らはですね気づきます。 今回我々の真の敵はティエロリー宮殿に出いてる遅えという感じですさあそしてねこの立法議会は王権を停止するでここでね王権停止しておかなかったらオーストリアプロイセン有利な条約とかね勝手に結ばれたら困りますからねでこれによって長らく続いてきたフランスの王様の権利はストップする大きな事件ですこれをですね8月10日事件 というふうに言いますんで、ぜひ覚えておいてください。ちなみに、この8月10日事件をもって、立法企画は解散、新たな選挙制度、男性普通選挙を実施することによって、さらにフランスを新しい段階へ持っていこうとするということになる。さあ、その新しい段階とは何かっていうと、こちら、共和制の樹立、その中心になったのが国民公会。今回は、 国王はもういません。共和制ということは国王いませんからね。みんなのためになる会ということになります。さあ、こちらは先ほど言った男子普通選挙。財産とか関係なく男子であれば選挙権があるというやつですね。で、これによって成立しましたフランス初の共和制。これは第一共和制というふうに言います。ちなみに現在のフランスは第五共和制ね。 さあ、で、さらにね、いいことがありまして、この直前ね、バルミーの戦いというのがあって、あのプロイセンに勝利する。これ当時の絵ですけどね。この知らせを聞いたね、この人物。ゲーテ。彼はこう言いました。ここの日このの日場所から世界史の新しい時代が始まるやっぱかっこいいですよね。ね、私だったらね、やったやったーってね、言うぐらいで終わりそうだからね。 さあ、そうしたね、イケイケの国民公開ですが、その中でジャコバン派っていうのが急激に勢力を拡大していく。彼らは旧進共和主義っていうのをね、掲げておりました。急速に共和主義。国王いらないね。そしてやっちゃうわけですね。裁判をし、ルイ16世を処刑する。ここがね、フランス革命の一つのハイライトということになります。さあ、 このね、フランス国王、ルイ16世の処刑っていうのは瞬く間にヨーロッパに伝達され、みんなびっくりします。なんやてということですね。この時、ヨーロッパのほとんどの国は帝国及び王国ということなので、このフランス革命の動きっていうのは驚異的だったわけですね。さあ、それに対しまして、第1回、対仏大同盟、このフランス革命の動きをみんなで抑えようぜ。 で中心になったのはイギリス首相ピットまあもともとイギリスとフランスはむちゃくちゃ仲が悪いこのピットにしてみればですねこれを契機にフランス潰せればこれ幸いというふうなこともあったと思いますさらにフランス国内だって一枚岩ではありません反革命革命反対というふうな勢力もいてる特に西部地域では王党派やっぱり王様に政治してもらおう そういう人た人ちと結んだ農民反乱が発生していいる、まあ、バンデーのの反乱とうが最た中でですねジャコバン派はこれは緊急事態だということで独裁を行う中心だとなロペスピエールという人物彼かなり濃い人物なんですよねまず彼は言います「ジロンド派はいらんと」と今は国家の緊急時なんで王にすり寄るような奴らはいらんというわけですね でさらには新しい憲法前の国民議会が定めたものとは違うという意味ね1793年憲法とも言いますここは男子普通選挙は明記されているというのポイントでさらにはですね以前は優勝だった封建時代を無償廃しさらには反対勢力が没収した財産を安く皆さんに売り渡す。 で加えて物価高騰に対しては最高価格例これ以上値段を釣り上げてはいけませんという形、まあ、これによってですね都市のの民民衆、農民からの支持を得よううとととしたということになります。特にこの封建時代の無償廃止っていうのは農民最高価格例による物価統制は都市民衆その心をつかむためということになります。 さ,あでさらに、このねロベスピエールですが、後に恐怖政治とも言われるぐらいですね強引な政策を行っていきます。彼のね手足となって動く人たちが公安委員会、何やったか。まずは、この国家の緊急事態に対して兵隊が必要だ、徴兵制を実施するぞ。さらにはですね革命歴の制定。これですが、キリスト教の考え方に影響されているグレゴリウス歴の廃止という形になります。 ままこんな感じですね。まあ、ちなみに全部覚える必要はなくてブリューメールとテルミドールだけ押さえとったら十分ですで、さらにはですね、それに関連してですけども、理性崇拝の宗教の創始これは革命歴の制定とともに喧嘩を売ってるんですよねカトリックなんていらんのだよそうフランスの中心的な宗教でカトリックこれはいらんというわけです彼は反対派をどんどん処刑していくと まあこうしてね、まあ彼自身はフランスを強くしようとしたわけですが、一気に没落の時がやってきます。まあこういったロベスピエールの頑張りもあって、外部勢力、オーストリア、プロイセンを撃退することに成功しました。けれどもですね、強引なね、やり方に対して、もうついていく理由がなくなると。今までは外国は怖いからということだったんだけどね。 さあ、そして、そのロベスピエールに対しまして、クーデター。暴力で政治権力を奪い取る。これがテルミドール9日のクーデターというふうに言います。テルミドールってのはね、ここにあるように、革命歴で定められたものということになる。当時の7月ですよね。さあ、これによってロベスピエールは処刑され、この世から去ると。まあ、この辺りも怒涛の動きですよね。 はい、最後に今回のまとめとして国民議会立法議会国民公開何が違うのかポイントをまとめておきました、まあ、注目点としてはまずどうやって始まったのかそしてなぜ終わりを迎えたのか最初と終わりをしっかりつかんでおくことでさらにはこういった似てるけども違うところ区別しとくというのがポイントですよねあとは主な出来事っていうのを歴史の流れ確認しながら見ていくこれで大丈夫だと思います はいえ。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。国民議会、立法議会、国民公会、区別できましたでしょうか次回はフランス革命3と称しまして、総裁政府、ナポレオンの台頭、統領政府、見ていきます。いよいよあのナポレオンが歴史の中心部隊に出てくる。楽しみですね。よろしければそちらの方もご覧ください。ではでは。